トンチャルス今日なんですけど、アーニーパロから3回目ですかね、デリバリーございましたね、ご紹介しようかなと思います。このままいきますけども、はい、レザーのグローブですね、入ってまいりました。こんな感じです、ブラックとこのね鮮やかなライムグリーン、一型2色入ってまいりました。こんな感じです。でちなみにですけども、私この黒を買いまして、ちょっとご紹介していこうかなと思います。これねサイズ44っていうことで、44がメンズサイズだったかな、はい。で、お値段2万5000円ですね、はい、2万5000円でございます。ちょっとねはめてみます。素材はねナッパレザーとかとレザーですね、はい。でここにね同系色で刺繍が入ってます。 E の刺繍が入ってます、ね、このね革めっちゃいいです、はい、しっとりしててね、しっとりしててねめちゃくちゃいいです。でね、なんで僕これレザーのグローブなんか買ったかっていうと、まあやっぱ秋冬ね手袋欲しいなと思ってたんですよ、かねてから。でもなんか変なユニクロのグローブとかあんま使いたくねえなと思って、でもかといってね、なんかその紳士服みたいなところのやつもなんか微妙だなみたいな、ちょっとおっさんみたいじゃないですか、おっさん臭いじゃないですか、なんかちょうどいいの探してたんですよ。そしたらこのタイミングでね、ちょうどアニパロからずっと使いやすいようなこういうレザーのねグローブが出たんで、あもうこれ買ってこれずっと使おうと思ってね、こんなんもうずっと使えるじゃないですか、別にあのトレンドとかなんかそういう要素もないし、本当クリーンな一個いいやつ、しかも程よい、しかもアニパロっていうのがいいんですよ僕的に。それなんか紳士服みたいな感じでもなければ、なんかあのよくわかんないようなやつでもないし、ユニクロとかはもう嫌だし、このねちょうどいい塩梅の探し求めてたって感じです。で値段もいいし、すごく2万5000円で、生地というかこの革もねめちゃくちゃ気持ちいいし、ね、あこれマジでちょうどいい求めてたやつだわっていうことで買いました。でね、さらにこれ内側ね、はい、内側がこういうニット地になってんすよ。ニット地になってて、わかるかな、ちょっと黒なんでわかりにくいかもしれないですけど、ニット地になってて、これがまたなんとカシミヤ100と、カシミヤ100なんですよ。だから肌に直接当たる部分はカシミヤなんですよ。この気の利きようね、もうこういうなんか、まあ、素材とかももう全部含めてもろもろもうこれ以上のものはないなと思って、はい、なんか買っちゃいましたよくないですか、ほんとちょうどいい、程よいなっていう感じで、ちょっと今年の秋冬は、うん、ヘビロテして愛用していこうかなと思います。いいんだな、このライニングまでちゃんとこうこだわってるとか、気が届いてる、行き渡ってるというか、うん、気遣いがねちゃんとあるっていうのがねめちゃくちゃおすすめです、はい。まあ、こっちのねライムグリーンもなかなかない色なので、はい、おすすめでございますけど、ちょっと差し色っぽいかなこっちのは、ね、おすすめです。ということで概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともチェックしていただきたいので、基本的にサインがございませんので、